さっきの雨もすっかり上がったすよ。やまん雨はない、勇気の王。その顔つきじゃと、フミさんの行方はつかめとらんようじゃの。失礼します。タカさん。あ、フミ無事だったか。タカさんが助けてくれました。これで俺たちを抑えていた枷はなくなった。しかしどうしてあんたが。聞きたいことは終わりでしょうが、今はご容赦を。それより急ぎ皆様にお伝えしたいことがございます。間もなく薩摩の方々が幕府に蜂起いたします。蜂起に加わり幕府の勢いを削げば、この大獄を止めることができましょう。ああ、妙な話だな。薩摩の殿様は娘を将軍に嫁がせて幕府を動かそうとしてたはずだぜ。それがうまくいかず、この大獄です。ほどなく薩摩も大獄の巻き添えになると察したのでしょう。日下君、私はね、君に決めてほしいと思っている。松陰君の志を継ぐのは一番弟子の君だ。私はその決断に従う。力の限り援助すると誓うよ。諸君、狂いたまえ。先生、心の声に従い信じた道を進みます。薩摩に加勢する。日の本の行く末を正すため、将位を捨てて大道に着く時だ。みな、どうか力添えよ。ああ、後ほど吉原においでくださいませ。あなただけに話したいことが。いらっしゃいませ。いかがいたしましょう。またどうぞ。松陰君の残した龍魂録も我らの手に戻ったよ。後で読んでみてくれ。君が受け取ってくれた彼の遺書だ。死して体が消え失せても魂だけはこの国のためとどめ置きたいという意味だろうね。我らにとって全ての始まりは松陰君だ。これまでのことを振り返るのにも役立つだろう。いずれ写本を作り、もっと多くの者に読んでもらうつもりだ。
言葉は伝えてこそその力を発揮するからね。こちらでございますよ。用向きを伺いましょう。これはようございますね。わかりました。お話はここまでですね。調子はどうですかい？会えて嬉しいよ。本当かい？ぜひお願いしたいね。おお、書物をたくさん集めたようだね。さすがだ。どの改造がしたいんだい？僕の推測では、君は必ずまた来る。そうだろう？先に来てるぞ。
お待ちしておりました。あなたには私の誠をお話ししましょう。お話しする前に一つお願いしたいことがございます。聞いてくださいますか？聞いていただけるのですね。助かります。私は先に部屋に戻っておりますので、後ほどおいでください。お待ちしています。近頃病にかかった芸者が次々と姿を消しているのです。不審に思い調べたところ、今ある部屋で治療を受けている芸者がいると耳に挟みました。本当に医者に診てもらっているならば喜ばしいことですが、これまでそのようなことは、しかもこのことについて周りには伏せられている様子、それもまた気味が悪く感じます。私の代わりに芸者の様子を調べてきてくださいませんか？私は引き続き他の方に話を聞いてみますので。ありがとうございます。この店の客を装えば怪しまれずに部屋に近づけましょう。それではお願いいたしますね。何も手を打たないお上を恨むんだね。おかげでこっちは毎回毎回。誰だい？どうやってここまで来たんだい？今は治療中だよ。邪魔しないでくれ。芸者は大事な商売道具だが、客を取れなくなっちまえばただの極つぶし。養ってやる余裕なんざないんだよ。見られた以上は仕方ない。ここで始末させてもらうよ。覚悟しろ。生きて帰れるとは思わないことだね。人間なんて放っておいてください。
全身が痛くて、綺麗だった肌だって、もう働けなければ吉原にいることすら許されない。私はここから消えるしかないの。でも他に行くあてもない。どうせすぐにまた見つかって、口封じのために。あなたの依頼主に？そのようなことしても無駄なのに。彼女の様子を見てきてくれたのですね。いかがでしたか？わかりました。後ほど彼女を迎えに行きましょう。ところで私も方々に探りを入れて、今回の一件の全容が分かってきました。どうやら今まで姿を消した芸者たちは、地下壕で息の根を絶たれた後、西宝寺に葬られていたようです。事件はもう終わったと彼女たちに報告せねばなりませんね。そうすることで少しは救われると信じて。これで彼女たちが少しでも安らかに眠れると良いのですが、今回の件、幕府の者が秘密裏に遊郭の病人を始末しているのだという噂も流布されていたようです。流行り病に対処できない幕府への当てつけだとは思いますが、この現状をどうにかしてほしくもあったのでしょう。主犯の者は吉原の総名主様に事情を話して引き渡しました。とはいえ吉原も人手不足、おそらくこれまで通り働き続けるでしょう。悪人は裁かれず、私たちは縛られて生きるほかない。ままならぬ世の中ですね。そう、私自身にできることは限られている。ここに眠る多くの者も私と同じ思いを抱えていたでしょう。もっとこの身が自由であればと。出会った頃あなたは自由に生きているのだろうと思っていたわ。でも本当は古い因縁を抱えていた。お互いに窮屈な事情を隠して生きている。立場は違えど似た者同士だったのですね。あの頃三代崎遊郭の写真撮影を頼みましたね。あれから私たちの距離もずっと縮まった気がするわ。遊郭では私の仕事に付き合わせただけでしたけれど、
写真機の本来の使い方は思い出を残すことだそうですのよ。今日のことも写真として残しませんか。二人で過ごしたこの時を決して忘れないように。お好きなように撮ってくださいませ。写真はあなたに持っていてほしいわ。一緒に連れて行ってくださいませ。では本題をお話ししましょう。私がなぜイー様を裏切ったのか不思議にお思いでしょうね。確かにあの方とは国元からの付き合い、大事な方です。このかんざしもイー様からいただいたものですが、もうあの頃とは違います。何もかも変わってしまった。私もあの方もイー様は赤鬼になってしまわれた。そして本当はそのことにずっと苦しんでおられます。私も先般の大獄を目にして目が覚めました。あの方をお止めしなければと。私以外の誰にそれができましょう。きっとこの時のために私はイー様のおそばにいたのです。私は命を懸けてフミ様を逃がしました。それは間違っていなかった。きっと、きっと。でも今になって恐ろしくなってきました。これからもっとひどいことが起こる、そんな気がするのです。これから私はどうすればよいのでしょう。まあその言葉だけで十分でございますわ。もう大丈夫。気弱なところをお見せいたしましたわね。あなたも薩摩の蜂起に加わられるのでしょう。幕府の目に止まらない裏道を知っております。ご案内しますわ。私がお役に立てるのはもうそのくらいですから、準備ができたらお声掛けください。では薩摩の江戸屋敷に参りましょうか。嬉しい。そうできるならどれだけ良いことか。ええ、共に。お前も来てくれたか。すでに青鬼の手勢が篤姫に迫っている。どうやら幕府側に蜂起が漏れたらしい。ここで篤姫を保護されては薩摩は人質を取られたも同然だ。文を連れてきてくれた人だな。礼を言い損ねていた。おかげで我々は生き返ったよ。この先は我らに任せ、あなたはこの場を離れていてくれ。
どうかご無事で待っていますね。これより薩摩に助太刀する。行くぞ。通ずるものがあると思っていたが、なぜ飯太郎を裏切った？直助様がお役目に準じようとしているのは存じております。ですがここで止めないと。あの方はもっと苦しむことに。勝手な。だがようやく貴様が切れたわ。案ずるな。貴様の分もあの方にお仕えする。直助様にお伝えください。彦根であなた様と出会って以来、鷹はずっと幸せでした。我らが組めば何をか恐れん。私も参加できて嬉しいよ。幕府の連中より先にあの日ざまに向かう。なんだ、出たな。
か。篤姫はどこだ。Ha ha!
かをもそろそろ見よったわ。無駄にするか。猫が舞い込むとは思わなんだが、良い働きをしてくれたの。礼を言うぞ。邪魔だ。アス姫様、庭のネズミどもはほどなく追い払えるかと。ご苦労、手はず通りじゃの、大久保。急ぎお耳に入れたきことが。なんじゃと。改めてご苦労じゃったな、大久保。無念じゃが、しばらく様子を見るほかない。私は大奥でおとなしくしておくことにする。心配は無用、大老や老中ですらあそこには手を出せぬ。父上がお隠れになったことで薩摩も揺れるであろう。これより薩摩はそなたと西郷に任せる。しかし私も西郷もまだ若輩、殿なき今。西郷のことはそなたが一番分かっておろう。互いの足りぬところを補い、薩摩を支えていってほしい。はっ。
世話になった。その方、名は何と申すのじゃ。なんじゃそれは。お前にすら里姫という立派な名前があるというのに、妙なやつじゃの。そなたとは落ち着いたらゆっくり話をしてみたいものじゃ。また会おうぞ。申し訳ございませぬ。まさか篤姫様があそこまで聞き分けが悪いとは。近頃のお主は独断専行が過ぎるが、だがこれで篤姫様もおとなしくなられよう。ご苦労だった。しばらく老中の職を外れ、英気を養うとよい。おまんも聞いちょるじゃろ。わしの頭の中、そのことばかりがくるくる巡りよるんじゃ。横浜で会うて以来、あの人にはいろいろ世話になった。三代崎遊郭でのどんちゃん騒ぎは楽しかったぜよ。けんど、なんとのただの芸者でないのには気づいちょった。ふみさんを逃がすため危ない橋を渡ったことも。あん人はそれが正しいち考えたき腹をくくったんじゃろ。見た目は細くとも立派に着物座ったお人じゃった。日本のために何かしようち思うんなら、わしもあん人に負けんぐらいの覚悟が必要じゃろ。現在は早速別の企てを進めよるようじゃが、わしは一旦頭の中を整理してみるき。おまんはタカさんの墓に参ってきたらどうかい。ちょうどこの西宝寺にあるきの。ああ、お前か。のことを聞いたか。お主も手を合わせてやってくれ。タカ、すまぬ、長居はできん。わしにはまだ果たすべき使命がある。上様のもとに諸侯と朝廷の力を集め、武備を進めた後、いつか西洋と対等の条約を結び直す。日の本の民と富を守る新たな条約だ。寂しいか、タカ。もうしばらく待っていてくれ。いつかそちらへ参った時は
神に差し切れないほどのかんざしを買ってやろう。元帥の企てが早速形になりそういう話じゃ。声をかけた連中が集まるまで待つよう言われたぜよ。松陰さんの手紙を託されてから元帥は新しい日本を作ろうち奮起しとる。きっと赤鬼の手の者と派手にやり合うつもりなんは間違いない。どうじゃ、一戦交える準備はできとるかい？わしはここにおるき、準備ができたら来ちょくれ。